ちなんですよね。それらが全部出ているのが国民の秘密とされている特別会計です。特別会計にお金はあるのです。そして日本は世界中の国にお金を貸している世界最大の債権国です。消費増税を上げるときマスコミも自民党もそして安倍さん先に企画した野田さんや須田さん谷さんみんな日本にはもうお金がない、借金がいっぱいだ、だから増税しないとやっていけない、そのためには社会福祉も維持してなければならないと思いました。ですけれどその時皆さんね、借金の額はありましたが日本にはこれだけの資産がある、これを言った政治家がこれを言ったマスコミがあったでしょうか。どうともなかったですよね。日本は世界で一番お金持ちの国、世界中にお金を貸している最大の債権国です。そして今お話ししたように300兆円とも言われる国民には知らせない特別会計という税金の財布があります。それらを全て国民に隠して消費増税を言っているのが今の安倍政権であり官僚たちです。そして消費増税をしてその代わりに大企業には減税、国民からは取り立ててそのお金を減税に大企業を優遇のために回す、こういうことをやっているのが安倍政権です。皆さん、こんな私たちが1年間で国にどれだけの税金を納めているかわからない、どんな罪があるでしょうか。お互い一郎はこういう国の仕組みを変えなければならない。こういう国の仕組みを変えなければ本当に国民のために税金が使われる、そういう政治はできない、そう言ってこの特別会計を隠すから見直すことを2010年の政権交代の時から主張していました。がこの特別会計というのはまさに官僚たちが作っており、官僚たちが自分のお金をまるで自分のお金であるかのように自分たちの権力を保持するために甘くなる時に流していたゴミのポケットです。これを完全にやってと言った小沢さん、小沢さんは官僚たちの責任にされました。そして起きてきたのが小沢本決小沢冤罪事件です。私どうでしょう皆さん、小沢さんが言った税金を全て国民の前に明らかにしよう、そしてそのために特別会計をなくし、その全部の税金を一本化し、そこから国民のための税金の使い道を考えていこう、それこそ国民の味方の政治家の主張ではありませんか。小沢さんはこの国の改革を行わなくては、行政の改革、国の形を変えなくては、今のとんでもない官僚たちの暴走、税金の無駄遣い、それは止めることができないと考えています。共産党さんがおっしゃるように、持っているものから取る、金持ちから取る、大企業から取る、それももちろん大切なことです。でもそれだけではありません。日本の行政の中に作っている私たちの税金の不透明な使い方、それを明らかにしなくては本当に国民のための政治は行われません。お互い一郎はこれを実行しようとして冤罪をかけられ政治力を失いました。しかし今また国民の生活が第一、この旗を掲げて新たな戦いに臨んでいます。今の安倍政権、何をとっても私たち国民にとっていいことなど一つもなかったではありませんか。アベノミクスというのはとんでもない戦いの日です。アベノミクスは日銀にどんどんお使いを借りてらせ、お金を吸って、お金は着々になれば株が上がる、株が上がれば円安になる、そうすればベンチファンドは喜ぶ、株を持っているお金持ちは喜ぶ、円安になる、そしてそうすれば大企業は喜ぶ、そういうふうに考えて行われたアベノミクスです。でも皆さん、これが本当に経済の発想感になるでしょうか。考えてみてください。それこそ長玉ミクスではありませんか。株が上がるというのは私たち一人一人の庶民が心が温かくなり、物が怪しいようになり、そしてだから企業は設備投資をして物を作る、そして企業がたくさんお金を儲ける、それによってこの企業の株が上がってくる、それが株が
も全く逆です。株は上がったけれども、私たち国民の懐は温かくなったでしょうか。そのころか、消費増税、円安による物価高、それによって、私たちの使えるお金はどんどん減っています。安倍さんは、消費増税は、福祉のために行うと、電車の中にも、紙を貼り、あちこちで、こういうアナウンスをしていました。しかし、どうでしょう。アベノミクスで税金は上がりましたが、その逆に、私たちの国の懐は豊かになるどころか、福祉は充実するどころか、どんどん引き下げられているではありませんか。年金は下がり、そして、生活保護の給付金は減り、介護保険の基準は下げられている。どこが福祉のために増税を行うでしょうか。すべてが、産業たちのため、そして、ヘッジファンドのため、一部のお金持ちのため、大企業のため、そうではありませんか。そして優遇された大企業は、安倍さんにたくさんの政治献金をします。それによって安倍さんは、どんどん権力を得て、私たち国民をいじめる、消費増税、民主主義を破壊する、秘密保護法、憲法なんか無視しても構わない。そして、アメリカと戦争のできる国にする、こんな無茶苦茶なことをやっているのが安倍政権です。今度の参議院選挙、私たちが安倍政権を倒す絶好の機会です。まさにチャンス到来です。皆さん、本当に私たちの生活を守ろうと思っているのであれば、私たちの生活を守ると、どういう政策を宣言している政治家を次の選挙で選ぼうではありませんか。残念なことに、今国会は一票を差し出す、安倍政権は300議席も持っています。それではとても安倍政権のやろうとしていることを止めることはできません。安倍政権のやろうとしていることを止めるには、安倍政権に過半数を与えないことです。そして政権交代を行うことです。それ以外安倍さんを止めることはできません。ですから、次の選挙は本当に大事な選挙です。もしこのまま安倍さんが政権を取り続ければ、おかしなことに、それを選挙で支援を取ると言った消費増税の延期、あれだって消費増税の延期なんて、言った関係ですよね。反対する人なんていないのに、どうしてそれが選挙になるんでしょう。おかしにそれだけではない。この消費増税の延期は、とんでもないことが裏に隠されていました。今は、これは消費増税がついていて、消費税を行うには、政治が良くなければならない。そういう風が流れています。ですから、アベノミクスがうまくいかなくて、経済が疲弊している今、消費増税を上げることはできないのです。つまり、安倍さんが消費増税を延期したということは、安倍さん自らが、アベノミクスが失敗であった。今度安倍さんが消費増税を2年間延期した決め時には、景気状況をなくす、つまりどんなに景気が悪くても、国民の生活がどんなに苦しくても、次には必ず私は税金を上げさせていただきますからね、覚悟しておきなさい。今、安倍さんの選挙の争点です。こんなこと言われて、本当に国民がいるでしょうか。皆さん、次の選挙、必ず自民党、安倍政権を倒しましょう。そのために、安倍さんは、今、野党と全国を駆け回り、野党の共闘を進めています。小川さんの考えはそうです。確かに自民党は今、神田先生と思っている。しかし、この前の選挙で自民党に投票したのは、たった国民の 20% に過ぎない。しかも、自民党の得票は、政権交代をした2009年の時よりも減っています。決して、国民の過半数が自民党を応援しているだけではないのです。ですから、この前の選挙では、野党がガラガラになって、自民党が300議席を取ることになってしまったけれども、次の選挙で、各選挙区に野党が話し合って、自民党に対抗する、そういう候補者を一人ずつ取る、自民党対野党、それが1対1の戦
ます。原発の党、そして民主党、そして自身の党、それぞれの党の中にいろんな人がいるでしょうけれども、少なくとも国民の生活を守らなくてはならない。原発はもうやめなくてはいけない。統一条例には反対である。そう考えている政治家もたくさんいるのです。そういう政治家が選挙で協力をして、野党の候補者を一本に絞る。そうすれば必ず自民党政権を倒すことができる。それが今小沢さんが必死に働きかけている野党共闘です。どうぞ皆さん、国民の方もそれに応えましょう。小沢さんと、そして生活の党、自身の党、今次の選挙で安倍政権を倒すためにその方法を一生懸命模索しています。残念なことに共産党は同じように国民のための政治を掲げながら、選挙では未だに協力を得られていません。このままでは共産党が全国に候補者をかければ野党の一本化が成り立たず、野党の票が割れてしまう可能性もあります。私がお願いしたいのは、共産党の皆さん、まだまだにもいろいろ事情があるでしょうけれども、この次の選挙だけは安倍政権を守るために野党の協力をしていただきたい。私はそう思っています。もし安倍政権が倒せなかったら、この後待っている絶対に行われた総辞動で失敗したアベノミクスが延長されること、アメリカのための戦争、それを行えるようにする瞬間的自衛権の実施、そこで私たちは政府のやっていることが何にも見えなくなってしまう。そんな国民の国家のような国になってしまう。それが国民に実行されていくことになります。どうぞ皆さん、次の選挙必ず安倍自民党政権を倒しましょう。そして国民の生活が第一の民主的な政治をこの日本に取り戻しましょう。どうぞ皆さん、選挙に行ってください。東京都内の小沢一郎支持者の皆様、そして生活党の皆様、私、新宿ですね、共産党と協力しながら宣伝戦を展開しております。新宿近くの支持者として、今からですね、いつも、今回安倍さん解散総選挙に打って出ましたね。アベノミクスの真意を国民に問う、こう言ってます。アベノミクスをこれ以上前進させるのか、それとも止めてしまうのか、
私は国民の皆さんに真意を問いたい。こんなふざけたこと言ってますよね。よくそんなことを言ってられますよね。安倍さん、アベノミクスのおかげでこれまでどれだけの中小零細企業が苦しんできたことか。ちなみにですよ、今年 の東京商工リサーチの発表では、1月から2月までの間、中小企業が潰れた倒産件数、実に214件、214件に上ってるんですよ。これはね、前年の同月対比で考えると約 2.4倍、2.4倍にも上ってるんです。どうしてそんなことになるのか。アベノミクスの影響によって輸入による原材料が上がってるからですよね。これに疑わないんですよ。輸入に頼っている日本は、結局国内産業は全てアベノミクスのせいです。ずっとこの2年間苦しんできてるんです。お分かりですか。そしてそういう会社で働かれている方たちは非常にやはり苦しい生活を強いられている。なぜなら、企業というのはやはり価格競争に勝たなければならない。そのため労働者の賃金を結果として抑える、そういう方向に動くんですよね。アベノミクスで潤っているのは大手の一部の一般業だけ。株価を引き上げているに過ぎない。これは人じゃないですか。